ね、水木さんから、大学生マリこんにち は, にちは。お得意先のレストランに勤めている M さんは奥さんに夕食は一緒に食べることと一緒に同じ布団で寝ることを約束させられているため夜勤はしないそうで、結婚10年目でも変わらず今でものろけ話をしてきます。うーん、ただ最近変わったのは、愛し合ってる最中に奥さんがパッと目を見開き我に返って、そういえば味噌汁の火消したかねと台所に行ってしまうようなことが多々あり、やだ。 M さんもすっかり我に返るそうです。僕はまたのロケ話かと思ってたら、店のお皿洗いのおばさんが味噌汁作ってる途中なっていうか、お前たち何時にやってるばと的確に突っ込んでくれ、私はなるほどと思いました。確かに火の消し忘れはもう大変だから、ね、違う、もうそこ入ってきてないわけよ全員私たちのリスナー、そこからいろんなことが起きるよ、もう火事にあったら大変だから。火の不始末の話をしてんじゃないの。今不始末にされたのは旦那の方だからね。もうなんそうか、なんかちょっとずつあれなのかな、不始末さん。でもラブラブっていいことね。確かにね、確かに一緒のベッドで寝てっていうのはやっぱりいいかもしれない ね夕食も一緒に食べて、うん、その時に今日こんなだったよっていろいろ話するんでしょ、ね、この会話がなくなるとちょっとずつ冷めていくらしいですからね、うん、大切大切ですよ、うん、お味噌汁とかそのね、全部準備を整えてからことを始めた方がいいかもしれないね。集中した方がいいよ。こういう味噌汁も夫婦の中も熱い方がいいよ。上手。はい。それだけは分かってるの。それだけは分かってるの。